10月9日、さやかさんが島を出るという。ルカちゃんを他の病院に入れたいということだが、急な話だし、あてもない。この数日で、さやかさんは随分やつれた気がする。少しでも目を離すと、ふっとどこかいなくなってしまいそうだ。
みんな入ってみしまう。この島から人が消えた。